エモエモ。こんにちは、エモコです。今回は iPadOS 16.2 で追加されたフリーボードという便利アプリを紹介します。フリーボードは無限に広がるキャンバスに写真や動画、手書きイラストなどを無限に書き込めるアプリです。普通のお絵描きアプリは書き込める範囲が決まっていますが、フリーボードは上下左右好きなだけ書き込めたり、ベクター形式で描いた絵をボケずに拡大縮小できて、綺麗な資料が作りやすいので、資料作りやアイデアラフをたくさん書くのにすごく便利そう。というわけで、実際に使ってみて操作方法などを詳しく解説したいと思います。それでは行ってみましょう。今回は iPad 版で紹介しますが、 iPhone や Mac でも使えます。ペンツールの見た目はメモアプリとそっくりですが、フリーボードは上下左右にどこまでも広げて書き込めます。インチインアウトでキャンバスを拡大縮小できて、さっと全体を確認したり書き加えられるのが便利です。データは iCloud で他のデバイスにも同期されるので、 iPad で作ったデータをiPhone で修正したりできます。またデータをシェアすることで他の人に見せたり、最大100人まで一緒に編集することもできます。 FaceTime などで会話しながら作業するとはかどりそうです。 Apple の純正アプリなので Android ユーザーとはシェアできませんが、画面キャプチャを画像で送ることは可能です。フリーボードはその名の通り、どう使うかは自由で人それぞれなので、アイデア次第でいろんな使い方ができそうです。私はお絵描き系 YouTuber なので、イラストや動画のアイデアをまとめるときに使おうと思うので、個人的におすすめの使い方を紹介してみます。おすすめの使い方その1、お絵描きの練習に使う。例えば30秒ドローイングなど連続してたくさんの絵を描くときに、無限キャンバスなので画面いっぱいに絵を描いても上下左右にスワイプすればキャンバスが広がって新しい絵が描けるのが便利です。おすすめの使い方その2、チーム制作で使う。オンラインで他の人と同時に編集できるので、漫画や画集などを何人かで作るときにアイデアを出し合ったり、画像を貼ったり、その場で絵を描いたり、打ち合わせに使うとはかどりそうです。キャラクターの相関図とか作るのも楽しそうです。本じゃなくて合同展示の話をするのにも便利かなと思います。何人か集まって一つ何かを作るときに使うと良さそうです。おすすめの使い方その3、スクラップブックを作る。作品作りに必要な資料を集めて配置したり、手書きでアイデアを書き込んだり、付箋で頭の中を整理するのに良さそうです。おすすめの使い方その4、勉強のノート代わりに使う。授業のメモを取ったり、〇〇の書き方など、調べたことをメモするときも便利です。特にお絵描きの手順やコツなど、テキストだけだと説明が難しい時にペンでちょっとしたイラストも描き込めるので、よりわかりやすくまとめられそうです。参考にした動画を配置するのも簡単にできます。要点を自分なりにまとめておけば身につきやすいかと思います。次は使い方を詳しく紹介していきます。この動画を見ながらフリーボードを使ってみてください。このアプリは文字入力と手書き両方できます。私が持っているペンは Apple Pencil ですが、このアプリは筆圧感知はしてくれないので、他の類似品のペンでも操作感は変わらないかも。画面の上にある鉛筆マークを押すと、ペンや消しゴムなどのツールが出てきます。ツールは上下左右好きなところへ移動できて、後に持っていくと小さくできます。この並んでいるペンを紹介していきます。左からスクリブル、手書きの文字をテキストに変換するペンです。その右がペン、癖のないつるっとした線です。ペンをもう一度タップして、この上のところで線の太さを変えられます。下は不透明度で、何パーセントかはこのペンに数字が出ています。鉛筆、クレヨンはザラザラした線になります。塗りつぶしはクリスタの投げ縄塗りツールみたいなものです。実際に使ってみると、こんな風に簡単な図形やイラストを描くことができます。1回タップで塗りつぶしもできます。消しゴムはピクセル消しゴムとオブジェクト消しゴムがあります。最後のしましまのペンが選択ツールです。描いた絵や文字をまとめて移動させたいときに、ぐるっと囲って移動させたり、1つだけ選択したい場合には
タップするだけでも選択できます。選択した状態でこの虹色のところをタップすると色の変更ができます。手書きの線は選択できますが、テキストや付箋、図形は一緒に選択できません。 Apple Pencil ではなく指で書く場合にはこの右端のところをタップして指で描画に切り替えます。書き間違えた時に一つ前に戻るや、戻りすぎてやり直すボタンはブラシの左側にあります。指のジェスチャーはありません。お絵かきアプリの癖でつい2本指タップをしてしまいます。全体の一つ前に戻るは画面の右上にあります。鉛筆マークの隣は付箋です。タップすると黄色い付箋が出てきます。付箋は好きな場所に移動させたり大きさを変えたりできます。表示されている通りテキストを挿入するにはダブルタップします。付箋を1回タップすると付箋の色、文字の調整、複製、削除などができます。文字の調整は太字、斜線、下線、左右の配置と上下の配置調整、文字の大きさは左下から選ぶかプラスマイナスで調整できます。右下のこれは箇条書きや数字でリストにすることができます。ちなみに付箋の上に手書きで書くこともできますが、付箋を移動させると手書き文字は残ってしまいます。なので基本的に付箋はテキスト入力がおすすめです。でも手書きがいいっていう場合にはグループ化をしましょう。この付箋と手書き、写真と手書きなどまとめて移動したい時にはグループ化します。付箋を押さえたまま文字をタップすると両方選択できて、こんな四角が3つのアイコンが出てくるので、配置を整えたい場合には上の配置をタップしてからグループ化をタップします。図形や写真をきれいに並べたい時などにも使ってみてください。同じやり方で図形を複数選択すると図形を合成したり重なった部分を消したりすることもできます。付箋の隣の丸と四角が重なったマークは図形です。四角や丸など基本の図形のほか、立体的な図形や物、動物、自然、食べ物、記号などたくさんの図形が入っています。欲しい図形を探すのが大変な時には左にある虫眼鏡から検索してください。使いたい図形をタップすると配置されるので、角をスワイプして大きさを変えたり、2本指で角度を調整したり、色を変えたり文字を入れたり調整できます。色の右隣は線の調整ができます。最初は線なしの状態ですが、線の色や太さを変えたり破線にしたりできます。吹き出しやシンプルな図形はテキストを入れるのに使いやすいです。図形の隣のアと書いてあるアイコンはテキストです。付箋と同じでダブルタップで入力して1回タップで色や文字の調整、複製、削除できます。テキストの青枠の右下に黄緑の点があるので、そこをスワイプすることで文字の大きさを変えることもできます。文字入力のところで音声入力もできます。右端の写真っぽいアイコンはいろいろと追加するところです。写真やビデオを読み込むと角丸で表示されます。スキャンをタップして紙に書いたメモなどをカメラで撮影すると綺麗な状態で読み込まれます。便利です。試しに YouTube 動画のリンクを貼ってみるとこんな風に表示されます。スプリットビューやサイドオーバーにした状態で動画を長押ししてからボードへ引っ張ってポイッとする方が簡単でおすすめです。動画だけではなく純正メモからも同じように長押しした後ボードへ移動でテキスト挿入できます。逆にフリーボードからメモに持っていくこともできます。誰か他の人と一緒にボードを編集したい場合には画面右上のここからメールで送るか、リンクで参加を依頼で招待できます。ボードの書き出しは画面左上のところから PDF として書き出すか、画面のキャプチャを取る形になります。方眼が邪魔だなっていう時にはここで方眼を非表示にできます。あとあとボードが増えると管理が大変なので名称変更もしましょう。左上をタップでボードの一覧に移動します。ここで新しいボードを作ることができます。ボードが増えてきて探すのが難しい時には検索できます。よく使う項目にチェックしておくとここに表示されます。フリーボードの詳しい使い方は以上です。本格的なお絵かきがしたい時はクリスタなどのお絵かきアプリを使って
た方がいいと思うのですが、練習で1枚にたくさん絵を描きたい時や誰かと一緒に何かを作りたい時などに便利なアプリだと思います。皆さんもぜひフリーボードを活用してみてください。フリーボードの気になるところは Apple Pencil の筆圧感知に対応していないところです。ペンツールの見た目が似ているメモアプリの方は筆圧感知に対応しているので、ペンを押さえる強さで線の太さや濃さを簡単に調整できてイラストが描きやすいのですが、フリーボードは均一な線しか描けないのでメモに比べると描き心地が劣るのが残念です。フリーボードは絵より文字を描くのがメインなので、文字を描くだけなら筆圧がなくても困らないのですが、絵を描くときは筆圧感知があった方が描きやすいので、設定で筆圧をオンオフできるようになると嬉しいです。フリーボードは2022年12月にリリースされた iOS16.2、iPadOS16.2、MacOS13.1 で追加されたアプリなので、アプリが見当たらない人は設定アプリを開いて一般ソフトウェアアップデートをチェックしてみてください。OS をアップデートすると自動でフリーボードがインストールされます。このチャンネルでは iPad の使い方やおすすめアプリなどを紹介しています。この動画が参考になった人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。